お疲れ様です。新宿のめぐです。今日は新宿南口に来ています。新宿に遊びに来てみたはいいものの、行き先の道のりがわからない、新宿の観光場所が知りたいという時には、新宿の観光案内所がおすすめです。今日はその新宿観光案内所の行き先などを紹介していきたいと思います。観光案内所は新宿の東南口広場にあるので、まずはそちらに向かって歩きたいと思います。はい、東南改札口にやってきました。南口から東南口までは歩いてすぐのところにあります。ここが東南口で、こちらの階段を降りると東南口広場になります。新宿観光案内所は、こちらの階段を降りてすぐのところにあります。こちらです。新宿観光案内所の中に入ってパンフレットを何枚かもらっていきたいと思います。はい、いくつかもらってきました。まずはこれはもらうべき、新宿観光マップ、新宿周辺の有名なスポットが書かれているそうです。見開きには新宿周辺の地図が詳しく載ってます。あとはこの新宿の周りの路線図も載ってるので、新宿から近い駅で行きたいところが見つかった場合はこれを見ると分かりやすいです。あとは有名どころなのが東京都庁だったり、新宿御苑、歌舞伎町、あとは今年の4月にオープンした東急歌舞伎町タワー、あとはゴジラ、こう有名なスポットがまずはこちらに詳しく載ってます。あとはこれももらってきました。東京ナイトストーリー、東京の夜景スポットが載ってるパンフレットみたいなんですけど、新宿だけじゃなくて東京都の夜景が綺麗なスポットが詳しく載ってます。これからの時期イルミネーションがたくさん増えると思うんですけど、これで確認するのもいいかもしれないです。新宿は見開きで西口、こちらが東口っていう風に詳しく載ってます。こっちにもゴジラが載ってる。あとは観光案内所の人にもお話を聞いてきたんですけど、観光案内所から一番近い観光スポットといえばこちらの新宿サザンテラスになるそうです。新宿サザンテラスはこのパスタ新宿の奥を左に入ったところにあるんですけど、今回はパスタ新宿の中を通ってもう一つの観光スポットを見ながらサザンテラスの方に向かいたいと思います。飛行機が真上を通るここ新宿の、ペンギン広場なんですけど、新宿駅の電車がここから一望できます。近くには軽食だったりっていうお店があるので、そちらで飲み物を買いながら電車を眺めるのもいいかもしれないです。
ということで、バスタ新宿の中を通ってサザンテラスの方に行きました。サザンテラスの地図になります。サザンテラスにはアンテナショップや飲食店がたくさん入ってます。じゃあサザンテラスをちょっと歩いてみたいと思います。この木なんですけど、冬には飾り付けされてイルミネーションがすごく綺麗です。これからの時期になるのでデートスポットにもちょうどいい場所になります。これがアンテナショップですね。新宿宮崎館、宮崎県のお酒だったり、フルーツだったり郷土名物がたくさん売ってるお店になります。あとは駅から出てすぐにあるスターバックス、イタリアンかな。スタバの横にはイタリアンのお店が、おワインがたくさん入ってますね。あれは中華屋さんか。あ、テイクアウトもできるみたい。小田急サザンタワー、おお大きいね。ということでサザンテラスを少し歩いてみました。新宿に来た時はぜひ観光案内所を活用して、いろんな場所に遊びに行ってください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。